皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。ドラマ、ラブリーランナーのスター、ピョンウソクが最近、3D ミュージックビデオで BTS のジョングクと同じジャケットを着ているのが見られ、ファンは驚きました。ウソクは、夏のレターツアーの一環としてシンガポールで行われたファンミーティングで、赤のディテールが入った黒と白のジャケットを着用しました。 ジョングクは白いシャツ、色あせた白いパンツ、黒いブーツを合わせ、ウソクは黒いシャツと黒いパンツを選びました。2023年9月29日、ジョングクはラッパーのジャック・ハーローをフィーチャーした今年2曲目の曲、3D をリリースしました。彼らのジャケットの類似性は、2人の人気急上昇中のアイドルのつながりを見て興奮したファンの間で興奮を引き起こしました。 ぴょんうそク自身は、ラブリーランナーの成功によりキャリアのピークを迎えています。マニラでのファンミーティングの後、6月30日のシンガポールエキスポでのイベントは感動的な瞬間となりました。イベントは午後6時に開始される予定だったが、辛抱強く待っていたファンをがっかりさせることなく、ぴョンウシおクは約1時間後にステージに登場した。うしおがラブリーランナーのサウンドトラックから明るい曲、 ラブホリックでイベントを開始すると、歓声が上がった。イベント中彼は歌い、ファンと話し、ドラマの有名なシーンを再現することもあった。皆さん、今日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いましたかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。